どなた様の御代でしたでしょうか。女房、好意と申されるお妃方が大勢お仕えしておられました宮廷に、それほど尊いお家柄の出ではない好意で、格別に帝のご寵愛をいただいておられるお方がいらっしゃいました。複雑にしているものはまず先生、はい、人間関係が非常に複雑、ね、多岐にわたっているということですよね、はいはい、おっしゃる通り、今ちょっとスクリーンが出ますでしょうか。はい、ずいぶんこびってますね先生。ちょっとこれ皆様、これもやはり覚えなくてはいけないということではなくて、源氏物語というとイメージでは美しい光の君が次から次へとこう女性たちを翻弄していくという、はい、ちょっとこうプレイボーイのような印象があるんですけれども、ね、やはり人間としての苦悩、悩み、思い通りにならないというようなことが第2部になりますと本格的に語られますので、そこはやはり、それまでとは違うその物語の魅力と言えると思います。全く思いがけない勘繰りをなさるお心の隔てを、強いて知らないふりをして無邪気に振る舞っていてもいいものでしょうか。姫君はきっと私を気に入られるでしょう。どんなにか可愛いお年におなりで、ようやく少し笑みを浮かべられました。幼子を無性にお可愛がりになるご性分ですので、手元に引き取って大切にお育てしたいと思っていらっしゃるのでした。すぐる月日も知らぬ間に、年も我が世も今日や月ぬる